名の聴取は終了いたしましたこれより委員間の意見交換を行います発言を希望される方は指名票を立ていただき会長の指名を受けた後ご発言願います発言が終わりましたら指名票を横にお戻しください,い1回の発言時間は各5分以内でお述べいただき憲法審査会事務局または法制局に答弁を求める場合は 答弁を含め5分以内といたします発言時間につきましては経過状況をメモで通知し時間が超過した際はベルを鳴らしますのであらかじめご承知願いますなおご発言は着席のままで結構でございますそれでは発言を希望される方は指名票をお立てください片山さつき君、はいえー、自由民主党の片山さつきです ただいま参議院法制局資料、特に第8ページにおきまして、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する4つの主な検討課題として説明されたもののうち、まず課題丸3、投票人の投票にかかる環境整備の事項について申し上げます。現在、衆議院憲法審査会に付託されている第208国会、 州法34号の国民投票法改正案に盛り込まれている3つの事項は、いずれもすでに成立している公職選挙法改正で取られている投票環境の整備と同様の規定の整備を行うものであります。令和3年の国民投票法改正も、平成28年の公選法改正と同様の整備を目的としており、これまでも投票環境整備を公選法並びとすることは、合理的であると判断されております。 本改正案につきましても、参議院に送付されれば、速やかに審議すべきであろうと考えております。次に、検討課題丸4の国民投票の公平・公正の確保のための事項について考えるところを申し上げます。広告放送およびインターネットなどを利用した有料広告規制、ならびに国民投票運動等の資金にかかる規制についてですが、そもそも 国民投票運動は原則自由として、投票の公正確保のための最小限の規制を課すということを基本に考えるべきであります。放送法では、放送事業者は放送番組の編集にあたって、政治的に公平であることを確保しなければならないとされておりまして、まずは自主的な規制、自主的な取り組みによって対応されるべきであります。 インターネット広告の規制についても、自由と公平性の確保において、バランスの取れた規制とすべきであり、例えば、主なプラットフォーマーに対して、運動期間中の広告回数ですとか、広告費などに関する広報協議会への報告を義務づけるといったことなどが考えられると思います。また最近 有名人になりすます、有名人になりすます SNS を悪用した投資詐欺の発生などもありまして、生成 AI によるフェイクニュースなどの影響も深刻さを増していることでありまして、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策についても、その必要性は高くなっております。ただ海外の例では 特に厳しい規制を課したとしても、実効性が上がらなかったというご指摘もあり、自由への配慮と措置の有効性のバランスを考えれば、まずは国民の代表である国会議員で構成される広報協議会によるガイドラインの提示や、外部のファクトチェック機関との連携などが有効だと考えられますし、ネットに流通する情報の真偽を判定する技術や仕組みもいろいろ見られていることから、 民間の有する最新の技術を最大限に活用する方向性で考えてはいかがと思います。しかし、検討課題の丸1にあたります、両院憲法審査会合同審査会規定、丸2にあたります国民投票広報協議会規定などにつきまして、その運営の材木を定める最速、事務局の組織、 広報活動の詳細などのいわゆる最速的事項を定めるための議論は、これまでこの参議院ではほとんど行われておりません。 特に憲法改正については、国民投票広報の原稿の作り方ですとか、投票所に掲示する憲法改正案の用紙の作成、あるいは広報協議会および政党などによる放送や新聞広告に関する事務などを担い、さらにはフェイクニュース等への対応等でも期待が大きい国民投票広報,広報協議会の役割は、 国民投票運動の公平公平正を確保すする上ででも極めて重要であります最終的には、これらの規定などは衆参の議員運営委員会において協議されるべきものではありますが、参議院の憲法審査会においても、これらの規定などの整備に必要な論点について、委員会で議論を深めていくべきではないかと考えております。以上、憲法改正の発議および国民投票の実施に関する主な検討事項につきまして申し上げました。 以上ででありますす辻辻清清美美君立憲民民主社民の辻元清美です国民投票法の改正と広報協議会のあり方について、会派を代表して発言をいたします。私からは特に、令和3年改正不足4条2号の検討条項に規定されております、国民投票の公平および公正を確保するための事項について意見を述べます。まず 第2号のイ、e、のテレビ CM とネット CM の制限についてですが、国民投票法は、テレビ CM についてのみ、勧誘広告の投票日前2週間の禁止の制限を設け、ネット CM については何ら制限がございません。 しかも、私も立法に関わった国民投票法制定から早17年が経過し、制定当時と比べ、いわゆるネット社会は著しく進歩、進化、拡大しております。博報堂の研究所の調査、2023年によりますと、1日当たりの接触時間、ネットはパソコン、タブレット、スマホ、合計すると256分、スマホ単独でも152分、 テレビの分をはるかに上回っておりますまた、電通の調査によると、2023年の広告費も、ネットは3兆3330億円であり、テレビの1兆7347億円を上回っております。このような現状を踏まえますと、国民投票制定時のテレビ CM 中心の制度は、社会の実情と完全に相ごをきたしており、 ネット CM について、テレビ CM と同僚に何らかの法規制は必要になると考えます。というのは、テレビは2週間は制限と決めておりますので、ネットをどうするか、これは検討事項として重要だと思われます。立憲民主党は、政党等によるネット CM を禁止し、その他のもとによるネット CM については、ネット広告事業者に CM 掲載基準の策定等の努力義務を課す 国民投票法改正案をままとめています次に第2号の派のインターネットの適正な利用の確保についてですが例えばゼレンスキー大統領からが市民らに投稿を呼びかける内容の偽動画とかアメリカ国防総省の近くで爆発が起きたのように見せかけた偽動画とか岸田総理大臣が卑猥な言葉で語りかけているように見せかける偽動画など 世界でも我が国でもいわゆるフェイクニュースが大変問題になっております。フェイク情報によって国民投票の判断が狂わせられることは決してあってはなりません。ネットの適正利用の確保は必近の課題といえます。立憲民主党は、ネットで国民投票運動等をする際のメールアドレスのを表示義務、広報協議会によるネットの適正利用のためのガイドラインの作成などが必要だと考えております。さらにフェイクニュース対策として 広報協議会による客観的かつ中立的な情報の積極的な提供、広報協議会とファクトチェック団体との連携、国民投票についてネット検索した際には、広報協議会の情報が表示されるようにすることなども積極的に検討するべきです。次に、第2号、ロの資金規制についてです。 ネット社会の進展と弊害などを踏まえて、資金力の高による公平性への悪影響を検討し、必要な法的措置を検討する必要があると考えます。立憲民主党は、国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出などが必要と考えています。 立法府として時代の変化に即して国民投票のあり方と広報協議会の役割を再検討しなければならない時期に来ていると考えております最後に国民投票法制定時民放連はテレビ CM の自主規制を行うと国会に約束をし これ私もこの目の前でそういう発言を聞いております。平成26年の参議院付帯決議第19項も、それを前提とした規定になっています。テレビ CM について、民放連の対応がその後、どのような変遷、結論となっているのかについて、事務局に説明を求め、国民投票などの改正なくして、憲法発議はありえない。 と申しし上げ私の意見を終わりまますす川谷事務局長お答えいたします平成30年9月に民放連が、量的自主規制はしない旨を表明し、その後、先ほど、えー、ご説明申し上げました配布資料の22ページ、23ページに、掲載の考え方等が公表されました。 令和4年4月の衆議院憲法審査会においては参考人の民民放連専務理事より自主規制について量を全く考慮しないわけではなくあらゆることを総合判断する旨の答弁がされております以上でございます片山大輔君日本維新の会<あ>教育無視失,失礼いたしました訂正いたします伊藤孝恵君 <laughs> 失礼しましまたすいません。公明党の伊藤孝恵です。憲法改正における国民投票は、国民一人一人が憲法の持つ価値や政策について判断し、改正案に対して直接賛否を投票するものであり、特定の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く性質が異なります。憲法改正手続きにおいては、国民の意見表明の自由がより確保されなければならないと考えます。 本日は憲法改正案の広報周知および国民投票運動といった国民への情報提供に関連して発言をいたします。国民投票がなされるための環境整備として、まず第一に、国民に対し、何より公,平公正・中立で分かりやすく、十分な量の正確な情報が提供されることが不可欠と考えます。 この点に関連してて cm 規制が問題とされております表現の自由と国民の知る権利の保障は民主主義の基盤であり、その制約は必要最小限でなければならないところ、国民投票法105条では、投票期日直前14日間、国民投票運動のための広,報あ広告放送を禁止するとしており、これ以上の規制は、まずは業界団体や放送事業者の自主規制に委ねられるべきと考えます。 放送 cm についてては民放連の自主的取りり組みもなされております国民投票運動等に係るテレビ等の放送広告やネット広告について、まずは自主的なルールの策定がどのように進められているか、また自主規制がどう機能するかなどを注視していくべきではないでしょうか。 また、新聞等の活字媒体、テレビ等の放送メディア、インターネットを通じた有料 CM について、広告主である政党が広告の量や時期等についての自主規制ルールを検討すべきです。政党間でそれぞれ検討を重ね、政党でそれぞれ検討を重ね、政党間での協議につなげていく必要があると考えます。国民への情報提供に おいてインターネットの活用も含め国民投票広報協議会の役割が極めて重要であり広報機能の充実強化が求められますそのためにも先ほどの説明にもありましたが協議会の運営組織等に関する事項広報のための放送に関する事項広報のための新聞広告に関する事項について規定の整備を検討する必要があると考えます また、国民投票の環境整備の2点目として、多くの者が自由に意見表明し、国民の間で自由、闊達な議論を通じて考えを深める機会を持てることが不可欠と考えます。国民投票運動として、広く国民一人一人が憲法改正に参加することは、自らの選択や投票結果に疑義を生じさせないことにもつながり、民主主義を進化させることに資すると考えます。 国民投票運動は、通常の選挙運動とは全く異なっており、原則的に自由であり、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限度なものにとどまっています。例えば、文書とかや自動車、拡声機等の使用といった手段や方法にかかる制限もなく、投票運動期間に関する制限もありません。 個別訪問もも可能ですし、し公務員もその地位を利用ただ、これらを認識されている方は少ないと思います。国民投票運動に関する共通認識を一人でも多くの方に持っていただくことが大切です。憲法改正案とともに、国民投票運動についても国民に対して丁寧に周知広報し、国民投票運動を促進していくことが必要ではないでしょうか。 国民が実質的に憲法改正に参加し、投票がなされることで、一人一人の納得感を得られ、投票結果の受け入れにつながっていくと考えます。憲法改正をめぐって、国民が分断されるのではなく、より良い憲法に変えていくという国民的機運が醸成されていくための環境整備に努めなければなりません。 最後に憲法改正の発議となれば国民の関心も高まるところはあると思いますただ現状では選挙一般について投票率は低い傾向にあり選挙では何も変わらないと閉塞感を感じている国民の方も多いと思います私たち政治家が国の在り方や選挙一般についての国民の関心を喚起していくことにも真摯に取り組んでいかなければならないと申し上げ私の発言といたします片山大輔君日本維新の会 教育無償化を実現すする会の片山大輔ですまず、今朝自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、9月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。さて、説明にあったとおり、国民投票法は、 17年前に成立しましたが、当時の発議者は、その提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。しかし、その国民主権を掲げる日本国憲法は、いまだに一度も国民の審判を仰いでいない状態です。その理由の一つに、令和3年の国民投票法の改正で設けられた検討課題があります。 不足第4条に規定されたもので、大きく2つに分けられ、1つは投票人の投票に係る環境の整備、もう1つは国民投票の公平及び公正の確保です。この不足第4条の解決が優先されるのか、それとも検討しながらも改正原案の審議と改正の発議も行うことができるのかは議論になってきました。我が党は、不足第4条の検討課題は、改正原案の審議と 改正の発議を妨げるものではないという考えで、過去にはそれを決着させるための修正案を出したこともあります。そもそも国会法を見ると、憲法審査会は憲法に関する調査と改正原案の審査および国民投票の審査が目的とされています。この3つに優劣はないので、国民投票法の審査を優先させることにはなっていません。なのので憲法本体の議論と 国民投票にに関わる議論の双方を同時に進めていくことができますまた、2つの検討課題のうち、投票人の投票にかかる環境の整備では、我が党は自民、公明、有志の会と4会派でおととし、衆議院に国民投票法の改正案を提出しています。これは、開票立ち会人の選任にかかる規定の整備など、3項目からなり、 すでに対応を取っている公職選挙法と同じ規定を整備しようという公選法並びの改正案です。これが成立すれば、検討課題の一つが解決されることになるのに、この改正案はその後2年以上にわたって棚ざらしになっていることを改めて認識していただきたいと思います。そして検討課題のののもう1つ国民投票の公正公平及び公正の確保では 国民投票法制定時の基本的な考え方に立ち戻るべきです。それは、国民投票運動は、主権者である国民の政治的意思の表明そのものであることから、国民投票運動は原則自由とし、規制はあくまでも投票が公正に行われるための必要最小限のものとすべきというものです。これを踏まえれば、国民投票運動の放送 CM やネット CM を含めたネット上の情報発信については、 法による過度な規制は、政治的表現の自由を制約することにつながりかねず、自由と公正のバランスを踏まえた慎重な対応が必要だと思います。いずれにせよ、この2つの検討事項は、メドをつける時期が法律の施行後3年とされているので、その時期は今年9月に迫っています。なので、自由討議などを通じて議論を深めつつ、衆議院から改正案が送られてきたときには、速やかに審議し、成立させるべきです。一方 昨今は世界中で社会問問題題化していいるるる生成 AI などによるネット上ののわゆるフェイク情報の問題がありますこの問題は国民投票に限らず、あらゆる選挙における投票行動に影響を与える恐れがあるので、本審査会とは別に、国としてどのような対応が必要か考えていくべきです。このほか、国民投票広報協議会の整備にあたっては、運営組織に関する事項や、 広報のための放送新聞広告に関する事項の規定が未整備のままです国民投票を実施するにあたってこうした整備は大前提になるので早急に検討を進めるべきですそれは間もなく会期末を迎える国会の開会閉会に関係なく進めていくべきであることを訴え発言を終わります磯崎哲次君国民民主党新緑風会の磯崎哲次です意見を申し述べさせていただきます 現在の日本国憲法の改正手続きに関する法律は、105条で、何人も投票期間前14日間については、放送事業者の放送設備を使用した国民投票運動のための広告放送を禁止されています。 国民投票法105条における放送事業者の放送設備とは具体的に何を指すことになるのか、テレビ、ラジオ、BS など、衛星放送、自ら行うインターネット放送、インターネット事業者を介した放送など、どのように理解されるのか伺います川崎法制局長、お答えいたします。憲法法法改正国民投票法条ののののの放放放放送送送送事事業業者者とは放送法上の放送事業者をううものでありご指摘の放送のうち テレビ放送、ラジオ放送および衛星放送を行う事業者は、道場の放送事業者に該当することになります。他方、動画配信を含むインターネット放送については、一部の例外を除き、放送法上の放送には該当しないものと解されており、当該事業者は憲法解説国民投票法105条の放送事業者にも該当しないことになるものと思われます以上でございます。 ただいま法制局から説明をいただきましたけれども、こうした多様な放送形態や事業者がある現状においては、その,扱いその取り扱いについては、明確にその領域を検討していく必要,が必要があり、現状に合わせた整理が必要だと、そのように考えます。次に、その広告放送禁止期間において、同法106条および107条では、国民投票広告協議会が憲法改正案の広告のための放送、 および新聞広告を行うものと定めていますかつ賛成の政党等および反対の政党等の双方に対して放送であれば同一の時間数および同等の時間帯 新聞であれば、同一の寸法及び回数を与えると、同等の利便を提供しなければならないとしており、協議会の費用で各自の広告が行える規定が整備されています。しかしながら現状、協議会の広告の規定は、テレビ、ラジオ、新聞に限定されており、インターネットを利用する広告についての規定がありません。インターネットがテレビ、ラジオと同等、またはそれ以上の影響力であるメディアになっている以上、協議会がインターネットなどを利用した広告や禁止 機関における政党等のの広告を行うための法整備が必要と考えますその際重要なことは禁止期間中に協議会の負担で行うインターネット広告についてどのようなルールを定めれば公平性公正性が担保されるかです特にテレビラジオ新聞における同等の利便の 利便の提供をインターネット等の広告でどのように担保するのかえつまりテレビラジオ放送での同一の時間数及び同等の時間帯や新聞広告での同一の寸法及び回数をインターネット上でどのように確保し公正性公平性を担保するのかを具体的に検討する必要があります合わせてインターネット広告についてプラットフォーム事業者が守るべき放送法四条のような政治的中立性を求める一般ルールの必要性についても議論が必要 とと考考ええまますすそしてこれは国民投票法に限らない問題でもあると考えま,すまた、個人が SNS 等で発信する賛成や反対の意見について規制は難しいと考えます。一方で SN、SNS 等によるいわゆるフェイクニュースや誤情報は重要な問題で対応が必要です。 ただし、本件については国民投票法に限った問題ではなく SNS 等一般の問題でもあることから公職選挙法なども含めて包括的に取り組むべき課題と考えますしリテラシー教育の強化も必要と考えます。 個人の発信を制限できない以上膨大かつ巧妙なフェイクニュース情報が溢れた際に果たして協議会の発信だけでそれに対抗できるのかという疑問もありますそこで協議会に何らかのファクトチェック機能を持たせることを民間機関との連携を含めて検討すべきと考えます 以上、インターネット広告を中心に課題認識の一部を申し上げましたが、デジタル化をはじめとした社会変化に早急に法整備を図っていくためにも、また前回改正から3年という節目を迎えたことも踏まえて、アウトプットを意識した上で、本審議会を進めていただけますことをお願い申し上げ、意見といたします山添拓君。日本共産党のの山添拓です2021年改定の会見手続法不足4条は 広告放送やインターネット有料広告の制限を検討事項としています。まず、公選法の規定について、法制局に伺います。インターネット選挙を解禁した際、選挙運動としての有料広告は罰則付きで禁止されました。東京江東区長選をめぐる公選法違反事件で発端となったのも、インターネット有料広告でした。公選法はなぜネット有料広告を禁止しているのでしょうか。 川崎法政局長お答えいたしますご指摘のとおり、平成25年の公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されたところですが、他方でインターネット等において選挙運動に関連する有料広告まで認めることとした場合には、有料広告の利用が過熱し、金のかかる選挙につながる恐れがあるとされ、このようなことからネット選挙運動の解禁に合わせて、 ネット有料広告については禁止されたものと承知しております山添拓君ネット広告は選挙区内のユーザーに絞って配信するターゲティング広告も可能です、資金が豊富な候補者や陣営が多くの広告を出せば公平性を保てない、でそこで政治活動としての政策広告ではなく、選挙運動としてのネット有料広告を禁止するのは必要な措置と言えると思いますでそこで次にに審査会事務局に伺います。 会見手続き法では先ほど来ありますように国民投票の期日前14日以降の cm 放送を禁止していますがそれまでの間は有料広告の総量規制などはなく資金力のある者が大量の広告を発することも可能ですその理由について議論の中ではどのように説明されてきたでしょうか川谷事務局長、はい、お答えいたしますお尋ねのあった有料広告の総量規制につきましては法制 当時から表現の自由、公平性の確保等の観点からご議論はありましたが、有料広告の総量規制を置いていない理由につきましては、会議録で確認いたしました限りでは、厚木社からの統一的直接的な説明はございませんでした。その上で 有料広告放送の禁止期間を投票日前2週間としたことについて、発議者からは、財力の高による不平等が生じる恐れがあることも勘案した旨の説明がされております。なお発、発議者の1人からは、この投票日前2週間の有料広告放送禁止規,則が規制が、量的制限の一助となるのではないかとの発言もされております。以上でございます山添拓君あの国民投票運動の主体として 企業や団体は排除されていないいなかと思います事務局に念のため伺いますが、少なくとも14日前以前の CM 放送が可能とされる期間中に、企業や団体が有料広告放送を大量に行うことも、現行法では可能ということになるでしょうか、はい、あのそちらについての議論れり,りますはいえー、承知している限りではあの、特段禁止はされてないと承知しております、山添拓君。 国民投票運動におけるネット広告については、先ほども発言がありましたが、規制がありませんので、組織力、資金力次第で何でもやれることとなります。一方で、会見手続き法が厳しく制限しているのが、公務員や教員の国民投票運動です。意見表明を可能としながら、地位利用を禁止し、しかもどういう行為が地位利用に当たるのかは示されていません。制定時の議論では 特特別のの地位をを利用しして運動を行う可能性もあるので影響は特段に高いなどと説明されましたただ、社会的影響という意味では、大企業の幹部など、広く影響を及ぼしうる立場というのは多々あります。この法律では、公務員と教員を特出しにして制限しています。公務員や教員は合計すれば約500万人近くに上ります。これほどの規模の主権者、国民投票の有権者について、 自由な意見表明が最も尊重されるべき国民投票で、個々人の運動を萎縮させるような規定を設けておきながら、投票権を持たない企業などが資金力を動員して、大量の広告を発信することは可能とされています。SNS を含むネット、AI の利用、さらにフェイク情報も含めれば、一層巨大な影響を及ぼしえます。主権者一人一人の意思より、資金力の高が結果を左右しかねないのは、現行法が抱える根本的な欠陥の一つです。 なぜこんなことになるのか、ここでいやおうなく想起されるのが、自民党の裏金事件に象徴される民意ではなく、金がものをいう政治のあり方です。政策も予算も献金で売り買いする政治が、会見まで金で買おうとするなど、言語道断であることを指摘し、意見といたします山本太郎君。はい、えー、憲法改正の国民投票では、広告宣伝に対する制限というのはほぼ存在しない、そう考えます。 海外では国民投票に関して厳格な広告規制が存在するとテレビスポット CM は原則禁止イギリス、フランス、アイルランドでは賛成、反対両陣営に無償の広告放送枠を与える資金力で力の差が生まれぬよう各党、各運動者など公平に放送時間の配分を行うよう法律などで定めているといいます一方、日本では事実上これ無制限なんじゃないか。 投票2週間前から呼びかけ CM、この呼びかけ CM は禁止となっているけれど、一方、意見表明 CM となれば、これ、規制ないんじゃないですかって。大量にそれまでは 呼びかけ CM に出続けていたタレントが、その後その顔として、多くの方々に、あの人は憲法改正の、憲法反対の、分かりません、えー、その、えー、筋の顔なんだってことを売り込めていれば、その後テレビに出たとしても、当然、これ、頭の中で、これ、つながるわけですよね。 えー、意見表明 CM とすれば規制がないそしてネットの広告規制もないつまりは資金力が豊富な陣営は無制限にテレビコマーシャルインターネット広告人気タレントなどを使って垂れ流し放題になると他にも番組の枠を買い取って一方の意見に偏った番組を大量に制作することだって可能なんですよねスポンサーですからテレビ新聞雑誌インターネットなどを使った刷り込み洗脳を無制限に公然と行える日本ルール 芸能人の熱愛、不倫、不祥事にとどまらず、オリンピック、ワールドカップ、野球の大谷さん、コロナ禍でのワクチンなどなど、これまでメディアが強引に人々の関心を設定してきた事例を考えても、さらに圧倒的、一方的な意見を伝え続けるテレビコマーシャル、番組などが一日中垂れ流されればどうなるか。憲法改正の中身を理解しないまま、メディアに演出された盛り上がりに乗って、 記憶に多くすり込まれた方に投票する事態が起こり得る。現行法は外役でしかありません。誰がこれを後押ししてるんでしょう。まずはメディア。特需として期待されたオリンピックはコロナで水をさされました。憲法改正は彼らにとって史上最大の特需になることは間違いありません。そして圧倒的な広告の量を垂れ流すにはスポンサーが必要。最大の不渡客が経団連。 経団連はこれまでも政治に対し、憲法改正を行うよう要望、事実上の命令を行ってきました。国民投票,国民投票法は2007年に公布経団連は2005年よりその成立を求めてきただけでなく、憲法改正の発議要件を緩和しろなど、具体的に要求してきました。2022年度の広告宣伝費、上位20社だけで3兆730億円。 このうち16社が経団連加盟企業憲法改正とは関係ない現在であっても莫大な資金を広告宣伝費に流し込んでいます今年4月の衆議院憲法審査会で自民党の委員は国民投票法には資金の資金量の多さあるいは高が CM の量に影響し一方的な情報のみが流されるとの懸念があると認識しつつも 資金上限は設けず、基本的に CM についてもその出して、受けての自主的規制、いわゆる自主的取り組みによって解決すべきであると述べています。一方的な情報のみが流される懸念があると言いながら、問題解決は自主規制に任せるととんちんンな発言、金と選挙の票に目がくらんだ、盗すと国会議員たちによる民主主義の破壊は昔からずっと続いています。 広告宣伝以外でも国民投票はやばい内容のオンパレード壊れたレコードのように条文の起訴を急げなどとくしばくししている国会議員がいること自体恐怖に震えます少なくとも世界の国々で行われているレベルの厳格なメディア規制がされない限り前に進めてはいけないのが憲法改正何より30年の経済災害で苦しむ国民や能登半島地震で被災された方々を置き去りにしているポンコツ政治が 憲法改正を口にするなど、一万光年早いと申し上げ終わります。だから、哲美君。はい、えー。沖縄の風の宝哲美です。えー、今回、国民投票法について。まあ、いろいろ調べましたけれども、まず憲法改正にかかる。この憲法の規定、九十六条の規定の特徴に触れたいと思います、えー。国家権力による恣意的な改正を許さないように。 手続き等において通常の法律よりも成立要件が厳しいいわゆる硬い憲法公正憲法になっています世界各国の憲法はほとんどが公正憲法であり日本国憲法も例に漏れませんえ公正憲法であることは憲法が憲法自らを保障しているこの憲法保障の一端であり日本国憲法は自ら立憲主義法の支配を貫徹するため96条において 各議員の総議員員の3分ののの総分以上の賛成で国会が発議すると、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とするという規定を置いています。改憲手続き法、いわゆるこの国民投票法の規定は、少なくともこの憲法96条の目的、内容、規定などと整合性を持つ、 あるいいいはこれれとと同等の比率を持たなければならなけばら思います、えー、立憲主義や法の支配の原理を根底に置いていることまた、えー、憲法制定権力は国会にあるのではなくて主権者である国民にあることからすると憲法96条の過半数というのは国民いわゆる主権者としての国民のお 総数の過半数ということが憲法の規定と最も整合的な捉え方だと言えます。また各議員の総議員の3分の2と同程度の硬さ、構成が求められているということも一致をしていると思います。主権者有権者者有ののの過半数総数の過半半数数数総賛成であれば投票率が えー、5割だとしても、えー、全員が賛成投票であれば、えー、これはいろんなく国民の過半数であり憲法改正に求められる特別多数を乱すものと言わざるを得ませんそ,こそれこそ文句のつけようがない憲法改正のレファレンダムと言えると思います、えー、まあ最低投票率の差めもなくごくわずかの投票者のみで、えー、決しようとしていることは国民投票イコール 主権者の意意思表明といいう意義を失ってしまいます大半の国民が憲法改正をしようとは思わない状態、つまり積極的に変える投票行動を起こさない、あるいはそこまでして変える必要がないという消極的意思で決まって、残りの少数で,です、ね、決まってしまうということがいかに不合理で、法の支配から離れた人の支配に陥った状態であることの表れといえます。 他にも多くの問題点がありますけれども、先ほど来、まあ、放送の問題、いろいろありました、私は今回、この両院協議会と合同審査会について、少し触れたいと思います。先ほどの資料の参議院の法制局にありました3ページの方に、ちょっと右枠にです、ね、突然離れている2つの協議会、両院協議会と、それから合同審査会というのがあります。憲法審査会ががつ衆議院と参議院院とと参であるというのが 憲法の規定の中でもし作られてるとすれば、これは衆議院の憲法審査会、参議院の憲法審査会という形ですので、わざわざ各議員の総議員の3分の2と言っている意味がなくなります、合同審査会は。それと両院協議会が憲法改正に出てくるというのは、違う意見があったらまた揃えるということになりますので、それも大きな問題だろうと思います。最後お 今の関連で言いますと、衆議院が今、先走りでいろいろやってるからといって、参議院が同じようにやることはないということを、憲法から規定からするとです、ね、でそれそれぞれできちんとやって、一方が3分の2に足りなければ、それで終わりです、そういう規定をきちんとやらないといけないということを申し上げて、私の意見にしたいと思います。小林和弘君 自由民主党の小林和弘でございます先ほどの事務局、法制局からの説明にありましたけれども、国民投票法には複数の検討事項があり、その多くについてはまだ検討の余地があることは確かです。例えば、国民投票法はその投票手続きの部分については、公選法に習っており、公選法に改正があるたびに国民投票法の改正も必要になります。 またインターネットや AI といったテクノロジーは日進月歩であり、仮にこれに対応する規定を国民投票法に設けたとしても、時の経過とともに新たな改正が次々と必要になります。この観点からすれば、国民投票法は常にブラッシュアップが必要となります。その観点から、まず現在、衆議院の憲法審査会に付託されている国民投票法改正案について申し上げます。 この法案は、令和元年の公職選挙法改正による開票立ち会人の選任にかかる規定の整備と、投票立ち会人の選任要件の緩和、令和4年に改正された FM 放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送の追加という投票環境整備のための法改正です。す、え、で、ー、に構成法が改正されていることから、この3つの事項については、投票環境の整備という観点では、標則が取れていない状況にありますし、 ここれははせななないいいととに合理的な理的由はないと思います私も仮に参議院に送付されれば、速やかに審議し、成立されるべきものと考えます。次に、検討事項と憲法改正発議との関係について申し上げます。私は検討事項について結論が出ないことをもって、憲法改正の発議ができないということはないと考えます。 今回、令和3年改正の際の審議を議事録で確認させていただきましたが、与野党各会派の原案発議者、修正案提出者の答弁では、検討条項の下でも、法制的に憲法本体の議論や憲法改正の発議が可能であるとの共通認識がなされていると承知をしています。また今後は令和3年の検討条項だけでなく、広報協議会規定などの制定に向けても議論を進めなければなりません。 参議院の憲法審査会では、参議院のみに憲法が与えている権能である緊急集会や、参議院のみ導入されたものの弊害が明らかになっている合区選挙区を中心に議論してきたこともあり、国民投票法の検討事項や、広報協議会規定などに関しては、衆議院ほどに時間を割くことができず、議論が未まだ蓄積されていないと思います。例えば、衆議院ではフェイクニュース対策として、広報協議会による正確で中立性の高い広報が有効であるとの認識のもと、 広報協議会による広報の充実強化について、概ね意見が一致しているようですが、参議院憲法審査会では、フェイクニュースの、フェイクニュース対策の一環であるファクトチェックについて触れられるのは、今回が初めてであると思います。このフェイクニュース対策は、極めて技術的、専門的でもあり、また開発や普及速度も相当速いことから、広報協議会規定等を議論する際には、例えば集中的に議論することが可能な別の検討の場を設けることも考慮してもどうかと思います。 そして、検討事項の一部である国民投票運動等に関する宣言を議論する際には、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、国民投票運動についてはできるだけ自由にという国民投票法制定時の基本的な考え方を今後も堅持していくべきだと考えています。その上で広報、広告広報およびインターネット等を利用した有料広告規制、並びに国民投票運動等の資金にかかる規制を考えるとき、できるだけ自由という枠組みの中で、 自主的規制、自主的な取り組みでの対応において、大きな役割を果たすことが期待されるのは広報協議会であります。広報協議会の規定についても、いわば手続き手,手続き的な環境整備であると言って怠ることなく、しっかりと議論を進めていく必要があると申し上げさせていただいて、私の意見とさせていただきます。小沢正人君。 はい立憲民主社民の小沢雅人です私からは国民投票法の改正について平成26年の我が参議院憲法審査会の付帯決議のうち残された課題について意見を述べます類似の国民投票法の改正において衆議院 憲法審とは異なり参議院憲法審では、国民投票の公平及び公正や、国民投票運動の自由を守るために重要な事項の付帯決議が付されています。しかし、この平成26年の付帯決議については、選挙権年齢にかかる法制上の措置についての検討項目など、対応が済んだものもございますが、特に政府が対応を求められた項目については、検討状況さえ分からないものが大半であります。例えば 対決議項目の11は、地位利用による国民投票運動が規制された公務員と教育者について、禁止行為と許容行為の明確化を求めるものであり、政府にはそのガイドラインの作成等を要請しておりますが、検討状況は不明です。また、項目14は、国民投票運動を行う公務員に、萎縮的効果を与えないための配慮を政府に求めるものであり、 当時の審議では、国家公務員については、職員の理解に資するよう、典型的な制限事例の作成等に向け、さらに検討を進めていきたい旨が、地方公務員については、国家公務員における検討も踏まえ、対応を検討していきたい旨の答弁が、それぞれ政府からなされております。こちらについても、その後の検討状況は不明で、措置がなされているかどうかも含め、全く判断がつきません。 その他、項目15の不足第4項に定める公務員の勧誘運動等に係る規制、項目16の特定公務員の範囲の検証なども含め、本審査会として、まずは政府に対して、不対決議で求められた項目の検討状況や、講じた措置などについての報告を速やかに求める必要があるもの,るものと考えます。 次に、不対決議項目18の最低投票率制度についての検討について意見を申し述べます。現行の憲法改正国民投票法には、国民投票成立のために必要な最低の投票率についての規定は置かれておりませんが、制定時、そして平成26年改正時においても、憲法改正の正,正当性を確保するための観点から、など たためななどのの観点からその必要性について活発な議論が行われましたこのような状況を受け、付帯決議が設けられ、最低投票率制度の意義、是非の検討については、憲法改正国民投票において、国民主権を直接行使する主権者の意思を十分かつ正確に反映させる必要があること、および憲法改正の政治 不当に疑義が生じないようにすることを念頭に置き速やかに結論を得るよう努めることとされましたしかしながら26年の決議以降最低投票率制度の意義是非について議論は深まっておりません憲法改正の正当性が確保されない国民投票などあってはならずこの状況は大変残念であります 憲法改正ののの本体議議論論前に最低投票率制度の議論を進めるべきと強く申し上げますその他にも不対決議項目17の一般的国民投票制度についての検討やさらには項目19のテレビ、CM、ラジオ CM についてはその規定ぶりが公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重しつつとあるように。 当時の民放連の自主規制の意思表明を前提したものとなっており、附帯第4条2号の規定にも基づいて、抜本的な検討が必要となっております。以上、国民投票の公平および公正と国民投票運動の自由を保障するため、本審査会が措置しなければならない国民投票法の課題は山積していると言わなければなりません。 衆議院憲法審の与党と一部野党は、緊急集会の局会に基づく憲法改正発議に向けて、幹事懇談会での改憲条文の検討や条文基礎委員会の設置の主張など、前のめりになっておりますが、これら参議院憲法審の付帯決議で求められた項目が解決するまで、 会見条文の審議ななど許さないことを申し上げます最後に、平成26年付帯決議の項目1にある憲法審査会は、立憲主義に基づいて徹底的に審議を尽くすことの定めに基づき、先に私が幹事会協議事項とさせていただいている改正地方自治法の国の支持権の違憲性について、本審査会で徹底審議することを求め、私からの意見といたします。 塩田博之君公明党の塩田博之でございます冒頭の憲法審査会事務局と法制局の説明を踏まえましていわゆる国民投票法について意見を述べますまず令和3年改正時の不足についてでありますこの検討条項のうち投票人の投票に係る環境を整備するための事項等について翌年衆議院に 自民民維新公明有ののの会の共同提提案案国民投票法改正案が提出されていますこのいわゆる3項目案には公選法ではすでに改正済みの開票立会人の選任にかかる規定の整備投票立会人の選任要件の緩和 FM 放送でも憲法改正案の広報のための放送ができるようにする規定が盛り込まれています。 投票環境の向上、有権者の利便性向上に資するものであり、国民投票法に反映させる必要性は明らかでありますので、速やかに成立させるべきであります。次に、令和3年改正時の不足のもう一つの検討条項である、国民投票の公平および公正を確保するための事項等について、意見を述べますつつ目は広告規制についてであります。 現行法では投票期日前の14日間国民投票運動のためのテレビラジオによる広告放送を禁止しています。これはテレビ等の放送は戦場的な影響力を持ちやすくまた資金量の高が広告の量に影響し投票の公平公正を阻害する恐れがあるという考えに基づきます。そもそもも表現の自由に対する法規制は 法規制には慎重でななければなりません、まあ、しかも国民投票運動は憲法制定権者である国民の意思表明であることからできる限り自由な運動を保障すべきであります。まあ、今以上の規制については広告の出し手である政党側と受け手の放送事業者等のそれぞれの自主規制自主ルールに委ねられるべきであり政党側については広告主体が 政党である場合の広告の量や時期等について自主規制ルールを検討すべきであります、まあ、2つ目にインターネット広告規制についてであります法制定当時はインターネットが現在のように普及しておらずインターネットを活用した情報発信や広告については国民投票法等に規定がありません その後急、急速にデジタル化が進展し、今やインターネット抜きの国民投票は考えられません。広報協議会による SNS、インターネット広告等を利用した国民に分かりやすく、かつ適切な広報のあり方につい,てついても検討すべきであります。一方で、執行の仕組みの複雑性、業界団体に属していない広告主や媒体運営者、 いわゆるアウトサイダーの存在等を踏まえると実効的な法規制は難しいのが現実であり政党側の自主規制と事業者側の自主的な取り組みを合わせて推進していく方策が適切と考えます三つ目に情報化社会における偽情報誤情報対策についてです昨今の急速な技術の発展により偽情報誤情報による選挙や世論操作への影響が すでに一部発生しており国民投票の際にはこれらの対策が極めて重要であります。具体的な対応策として広報協議会が民間のファクトチェック機関と緊密に連携を取り偽情報、誤情報を適切あ指摘できるようにすることは必須なのではないでしょうか、まあ、加えて国民が正確な情報を容易に知ることができなければ国民投票は成り立ちません。 広報協議会がインターネット上において正確な情報を多く発信しその情報に国民が簡単にアクセスできるようにするということも検討する必要がありますこれらを踏まえ広報協議会のあり方を改めて検討すべきと申し上げ私の発言を終わります柴田匠君、はい、日本維新の会教育無償化を実現する会の柴田匠です意見を申し上げます 国民投票法について詳細を詰めていくことは重要なことです。国民投票法に関する課題は、令和3年改正、いわゆる7項目案の不足4条の検討事項の規定に,に、規定されている事項につきます。検討事項の冒頭、不足4条1号は、投票環境整備に関し、国民投票法を公選法並びにアップデートすることを規定しています。このため、不足4条1号の要請に応えるべく、令和4年4月、 いわゆる三項目案が、自民・維新・公明・有志の四会派によって提出されました。しかし、この法案は衆議院の憲法審査会で出資説明が行われたものの、その後二年余りも審議が行われておりません。この不足四条で目途とされている期限は、今年九月でその日が迫っています。内容的には全く党派性が入り込む余地のないものです。合意に達している項目から速やかに法制化するとと,ともに、 合意に達してていいいない事項は引き続き続議論を深めていく必要がありますとにかく国民投票の外形的事項である投票環境整備を進めつつ国民投票の質に関する諸課題すなわち投票の公正・公平を確保するための事項に関し早急に制度設計すべきですこのため国民投票広報協議会の組織のあり方や規定を決めていくとと,ともに国民投票を 国民投票運動の規制的措置の内容について、各会派の考えをテーブルに乗せ、成案を得ることが求められます。我が党の考えは極めてシンプルです。国民投票運動は基本的に自由になされるべきであり、民放連やネット事業者の自主的な取り組みにより、広告の取り扱いを判断する際には、その参考となるよう、国民投票広報協議会がガイドラインを定めることとしています。また。 ネット規制に関しては、国民投票に限った問題ではない上、規制自体に困難が伴うので、国民投票広報協議会が民間ファクトチェック団体と緊密に連携して対応すべき,で対応すべきと考えます。改めて言うまでもなく、国会法などで定められた憲法審査会の権能は、憲法に関する調査、改正原案の審査、および憲法改正国民投票の審査であり、これらを並行して議論していくことは この審査会の設置目的そのものといっても過言ではありません。それゆえ、CM 規制など一部の議論が決着しなければ、憲法本体の議論を先に伸ばすべきだという見解に流されることなく、車の両輪である憲法本体の議論と国民投票に関わる議論の双方を同時、並行的に進めるべきです。ところが、今国会で参議院憲法審査会での実質的な討議はわずか4回しか開かれていません。 しかも終盤に入ると一部野党の国会対策関係者から憲法審査会を強行するなら政治資金規正法改正案の審議には応じられないとか与党の国対幹部からは憲法審査会開催を強行すれば法案成立が危ぶまれるという発言が相次ぎましたまるで憲法審査会が人質に取られたような感があります極めて遺憾です本来なら政局などと一線を画し憲法のあり方を論ずるのが本 憲法審査会に与えられた使命であり故にこの審査会で活発な議論が行われてしかるべきですまだ閉幕まで時間はあります国民投票について議論を深めるとともに各党が条文案を出し合い改正に向けた作業も進めていくべきです必要ならば定例便外の審査会開催は当然ですし参議院の憲法審査会規定によれば審査会は会期中であると閉会中であると問わずいつでも開会することができます 永田町の悪しき前例主義や政局にかまけることなくゴールに向けてギアを上げていくことが不可欠です政治への信頼を大きく失墜させている現況は何もお金の問題だけでありません政治家や政党が国民に公約したことを真剣に果たそうとしないこともしかりですこの秋の総裁任期までに憲法改正を実現したいと総裁がおっしゃるなら堂々と進めるべきです 憲法改正は当然だというのならば困難があっても約束通り実現に向け最大限の努力をすべきです残念ながら本気とや熱が全く感じられませんこれでは政治の信頼回復は不可能です自民党の皆さんの奮起を強く求めます最後に申し上げます憲法改正の国民投票は国民が主権を発動する重要な機会ですが一度もこの憲法は国民の審判をおいではおりません国民の 手に憲法を真に取り戻すために、私ども、引き続き頑張っていきますことをお誓いを申し上げて、意見表明とさせていただきます。 小西博之君、はいえー、私からは、令和3年改正国民投票法の附則4条2号の趣旨について意見をいたします。この不足については当時、この規定に基づいて、CM 規制などの法改正を検討している間に、会見発議ができるのかという議論がありましたが、参院憲法審での法案審議を通じて、これは法的に必要な法改正がなされるまで、会見発議を行うことはできないという趣旨の条文であることが決着しております。 以下令和3年審議の際の私と提案者の衆院議員との議論を引用しつつご説明いたします私は修正案の条文起贈者である立憲民主の奥野議員にネットも含めての CM 規制外国資本を含めての資金規制を法改正により法律で政策論としてやる必要があるそうでなければ公平公正は担保できないという認識かと質問し 当然そうでありますすとの明確な答弁を得ていますまた公明党の北川議員からは、国民投票運動における自由、そして公正公平の確保、いずれも国民主権原理と密接に関係するものと理解しておりますとの答弁をいただいた上で、附則4条2号の国民投票の公平および公正を確保するためとの規定の法的意味について、日本国憲法の国民主権からの要請に法的にしっかり答えなければいけない。 憲法の国民主権に基づき、それにかなうものでなければいけない、そういう理解でよろしいでしょうかという私の質問に、その通りでございますと明確な答弁をいただいています。そしてこれらの答弁も踏まえた上で、本日の事務局資料17ページの平成26年本審査会付帯決議第4項の法令解釈のルールに、 4条2項の規定の文言、趣旨、立案者の意図や立案の背景などを当てはめ、これが法的に必要な法改正がなされるまでは、 会見発議を許さない条文であることを具体的に確認してお、りますなおこの条文は、会見発議を妨げるものではないとする自民党を代表して、中谷発提案者にも同様の法令会社のルールへの当てはめを質問通告しましたが、全く論理的かつ明確な答弁は得られてないところでございます。それどころか、私は中谷議員に CM 規制を法改正でやらなければ、国民投票法は発議、あ 発議できない、あるいは発議すべきではないと、そのようにお考えでしょうかと質問したところ、中谷議員は民放連の自主規制の見解の覆し、ネット広告、ビッグデータ、AI などのインターネットを取り巻く環境の大きな変化に言及しつつ、私としては個人的に、 法改正が必要ではないかと考えているところでございますと明確に答弁をされました衆議院憲法審の現筆頭幹事である中谷議員が不足四条が示す国民投票法改正の必要性を明言している事実は極めて重いものであります なお、条文起草者の奥の議員は、本年4月16日の衆議院憲法審などでも、提案者の立法意思として、この措置がなされるまでは憲法改正の発議はできないと一貫して繰り返し発言しています。以上から衆参両院のの憲法審査会の任務は 検討の期限が本年9月であったことも踏まえ、国民投票の公平・公正を確保するため、早急に国民投票広報協議会の役割も含めて、法改正を中心とする措置を講じることであります。最後に先ほど言及した本審査会の平成26年6月11日付帯決議の第4項から第6項は、目前に迫った集団的自衛権行使の解釈会見を阻止するため、 解釈変更の案の法令解釈のルールに基づく事前の国会審議を求めたものですが、当時の安倍政権はこの決議を無視し、国会閉会後の4月1日に解釈会見を強行しました。そして本決議の第1項から第3項は、こうした求条規範でさらに改変されようとする政治状況下で、将来における誤った憲法改悪の危険をも想定し、本審査会におけるすべての憲法論議が立憲主義、憲法の基本原理に基づいて行われることを定め、かつ会見の 立法事実ののなないい論議は許さないことを定めたものです当時、白信君筆頭の下で、自席幹事としてこの付帯決議の起訴を務めた私にしても、この2年半余りの衆議院憲法審の緊急集会をめぐる法解釈ですらない暴論と、それに基づく任期延長の、 会見の暴走の動きは想像の域を超えるものでございました今こそ我らが良識の不参議院の進化が問われているものと存じます重ねて衆議院憲法審の任期延長会見の議論とその会見条文の作成の動きは参議院を否定し憲法規範と法の支配立憲主義の破壊行為であることはあること。不足4条に基づく国民投票法の改正などがなされるまでは会見発議は法的に許されないことを申し上げ私の意見といたします <laughs> 他にご発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。